機関を待たせ、もうすぐ始まるよ。せーの、アズレンナビゲーション抜秒。熊徹指揮官の主張、重要陣営の大砲に物申す。なーに、今こうして指揮官になれたのは大砲のおかげだ。ありがとう。結婚衣装待ってます。指揮官の皆さん、こんばんは。アズジュレンで千歳と千代田の声を担当しています関根ひとみです。アズレンナビゲーション、略してアズナビ、第26回の配信が始まりました。はい、ということで今回も番組冒頭に指揮官の主張から始めさせていただいたんですけれども、今回は大砲、しかも獣王所属。やっぱ獣王所属って人気なのかな。結構獣王人気みんな送ってるような気がするんですけれども、大砲はね、私も実は入手済みなんですよ。今ちょっと育ててる最中で、まだでもちょっとレベル的にはちょっとまだ低いんですけれども、結構セリフがなんかちょっと、うお、このなセリフ聞いていいんだろうかみたいな、スキルのセリフとか結構うおーみたいな感じで、私もすごい印象に残っているので、なんか大砲はすごく強いと聞いたので、これからちょっと育てていきたいななんていう風に思っておりますよ。引き続き皆さんが叫びたい歓声への思いもお待ちしております。そして今回もこの方と一緒です。指揮官の皆さん、こんばんは。ヨスターで広報 PR を担当してます、ヌエムです。イエーイ。いや、いいなーに出しちゃったな。なーに、いいですね。なーに、いい感じに今日出されました。なーにによって結構このレベル変わってきます、ね、やっぱ差がね、やっぱテンション大事だから、ね、朝の気持ちが変わってくる。あ、でも流れてるの夜か。そっか、みんなもいいなーにをコメントしてくれてると、コメントしてくれてると。でもなんか結構罰業とかスタートとかみんなコメントバーってしてくれてる。罰業な、意外なところですね。そうそうそう、あのラジオ一番始まるオープニングのところかな。罰業、そうそう、罰業のところ。罰業待機、罰業待機、罰業待機、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、ということで YouTube でご覧の方はぜひコメントをたくさん打ってお楽しみください。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。アズレンナビゲーションスタート。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りします。アズレンナビゲーション、アズレンナビゲーション。改めまして関根ひとみです。改めまして運営 M です。それではこちらのコーナーに行ってみましょう。アズナビメール、イエーイ。私たちパーソナリティへの質問やメッセージなどを紹介していくふつおたのコーナーです。それでは早速1つ目を読んでみたいと思います。行ってみよう。ゆうとそうご指揮官さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。関根さん、運営 M さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。復刻イベント影にし満ちる影の花で前回手に入れることができなかった SSR の空母龍鳳が10回連続イベント建造で新キャラの白雪ちゃんと一緒に一発で出ました。お、凛とした美少女系であり、駆逐艦の花月ちゃんのようにスカートっぽい軍服の下が履いていない感じに見えてセクシーですよね。ちなみに今回の建造で入手した日が、偶然にもアズナビ第24回にゲストでいらっしゃった龍鳳の声優さん長妻樹里さんが登場した日でした。運命ですね。関根さんや運営 M さんはすごい偶然だと思った出来事はありますか、とのことです。ありがとうございます。へえ、いいな。おめでとうございます。ディスティニーだ、ディスティニー。いいですね。ねえ、イベント、私まだ何も出てない、今まだイベント開催中なんですけど、開催中、この時間軸ではまだ何も手に入れられてないんです。私もね、 SR の白雪ちゃんは確か手に入れて、 SSR の子はまだなんですよ。小雲ちゃん、ちょっと頑張らなくては。でも可愛い子がいっぱいいたんで。そうなんですよ。ぜひとも入手したいところなんですけれども。関根さんはね、駆逐艦好きだと思う。駆逐艦
の子って基本的に結構ちっこくて可愛い子が多いんだけど。あ、なるほど。そうそうそう。そうか。やっぱちっこくて可愛いのが嫌いっていう人は多分嘘だと思う、ね。嘘だと思う。それはちょっともうツンデレだと思う。ツンデレです。それは。別にちっちゃい子なんて興味ないんだからね。絶対興味あると思います。絶対興味あるもちょっと難しいよね。はい、興味ありますとも言い難い。はい、ちっちゃい子に興味があります。いや、興味ありますよ。私もありますよ。私もあります。え、なんだろう、なんか偶然だと思ったことありますか？偶然か、偶然なんだろうな。あ、でも前偶然一緒にここに来ましたよね。あー、そうだ、2人の偶然としては。そう、2人の偶然としてはもちろんね、同じ場所に同じ時間に向かってるんで、あ、確率は高いとは言えば、意外とやっぱり会うってなかなかないですよね。あの時1回だけじゃない？いや、本当にそうだと思います。そうそうそう、意外と会わないんですよね。意外と会わない。私もなんかもう結構道路見て歩いてるから気づかないんだよね他の人。悲しい。私結構気づくタイプです、どっちかで。そう、関根さんから気づいてくれたんですよ。声かけること多い気がします。なんか遠くからでも大体わかるじゃないですか、知ってる人の背中って。あ、なんか雰囲気もわかるよね。いや、わかります。お母さんとかも咳でわかります。お母さんがいる、あ、これはお母さんの咳だみたいな。これは M さんの席だみたいな。いや、なんかそういうの分かりますよね。なんか服装とか、うんうん、確かに確かに確かに、そういうのはあるかもしれない。分かったり、そういえば偶然あったことがありました。そんな偶然がありました。そんな二人のディスティニーがありました。街とかであったら本当の偶然かも。頑張ろう。月根さんがいそうな場所を行って偶然を予想。偶然じゃないな。難しいな。必然にしていきましょう。なんかかっこいい感じに。夢をつかみ取ろう。はい。使いだろう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お次はウェプン指揮官からいただきました。ありがとうございます。ひとみさん、運営 M さん、こんばんは。こんばんは。私はアズールレーンがサービス始まって間もない頃に着任した古参指揮官です、うん。今までのんびりイベントや、開発館育成など楽しんでおりましたが、いまだに演習で元帥になれずにいます。そこで普段のんびりしている私も本語帳本ごち本ごち本ごちを入れガチ編成に組んでみました。今回は獣王の強力な艦船が揃っていたので獣王艦隊で挑戦。艦隊全員に指輪を渡し、好感度とレベルを上げながら演習をし続けていたら、なんと元帥になりました。しかも1位、すごいことですよ、うん、これは運も絡んでいたのかもしれませんが、レベルを上げて殴るだけではなく艦隊の能力を最大限に引き伸ばせば勝てるんだと思い知らされました。アズレンは奥が深いです。お二人は目標のためにガチになったことってありますかって来てますが、元帥おめでとうございます。イエーイ。武漢指揮官ウェプン元帥だ。ウェプン元帥、ウェプン元帥、もうなんかすごい強そう。強そう。俺は元帥。強そう。ガチになったこと、なんだろう、何かある？ガチになったことか。あれでしょ、空気階段さんのチケット取ったとかで、ね、ガチになってそう。一回もあのまだ微笑まれてない。女神に微笑まれてはないですけど。ガチにはなってるけど、ガチにはなってない。もう、あれ、販売、時間だ。終わってるぞ。予約の時間。落ちたぞ。全部落ちてます。今のところ。つらい。なかなかつらいです。ね、好きなことにはやっぱりね、ガチになるよね。うん、そうですね。なんかありますか、うん、ガチに。私はもう計画艦チャレンジですよ。あ、で今とうとう第4期も実装されて、うんうん、これも頑張ろうのかなみたいな、すごいすごい気持ちでいっぱいです。なあ、でも私もアズレンで言ったらやっぱり自分の演じたキャラクター、うん、そっかそっか、千歳と千代田に対してはこうやっぱ他の愛情というか、感染よりは結婚もしてこれでも絶対ここのここで一番経験値を稼ぐんだみたいな感じでやってるので、そういう意味ではアズレン的には千歳と千代田を可愛がるのはガチでやっているような気がしますよ、ね、そうですね。私も関根さんと仲良くなるのはガチでやってます。はい、ちょっと頑張ってください。もっと好感度どれくらいなんだろう。はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました。引き続き番組では指揮官の皆さんからのメッセージをお待ちしています。アズレンをプレイした感想はもちろん、好きな感染にまつわる小ネタやフェチを感じるポイントなど何でも OK です。うん、たくさんの投稿お待ちしております。アズレンナビゲーション、続いてはこちら、アズナビ道場黒帯への道。うっす。はい、
い、私が道場の門下生となって目標をこなしていき黒帯獲得を目指していくこのコーナーなんですけれども、はい、なんとこちらのコーナーに一通メールをいただいたので読んでみたいと思います。はい、信彦さんです。ありがとうございます。信彦式ありがとう。関根さん、運営 M さん、こんばんは。こんばんは。第22回配信の翌日に始めた新米指揮官です。ありがとうございます。アズナビは前から視聴していたのですが、アズレンを始めるきっかけをつかめていませんでした。あら。ですが先日開始したアズナビ道場を見ていて、これを目標にすればいける気がすると思ったので早速始めました。アズナビハイスクールでやり方を学んでいたので順調に進められています。めっちゃ嬉しい。あれ頑張ったんだよ。壁眼のキャラが好きで、支援にいたイラストリアスに一目惚れしたので、初期投資と集会で勲章を集めてお迎えしました、関根さんに追いつけるようにこれからも頑張っていきたいです。そんなことです。イラストリアスちゃんはいいぞ。おお、嬉しい。嬉しい。なんかすごい嬉しいですね。いやラジオやっててよかったなって本当に思った。すごいこう達成感です。そう。ちょっとしたできるだけね、そのためになるような要素も入れていきたいなって思って。みんなね、ちょっとね、あの画力のね高さにびっくりしてるかもしれないけど、アズナビのコーナーもね、あのちゃんとためになる感染を紹介していってるんですよ。そうですよ。いやでも嬉しいな。なんか私が新米で皆さんに教えてもらうことが多かったので、私に追いつけるようにって言ってくれているのがすごく嬉しいです、ね、負けないように頑張ります。私もありがとうございます。嬉しい。なんか上がりました。テンション上がる。頑張っていこう。ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、進捗の確認会となっております。イエーイ。今どれくらい達成してるのか。そうなんですよ。ちょっと、ね、見てみようかなと。実際のゲーム端末を使って見てみましょう。見てみましょう。はいはい。じゃあまずは、そう、白帯かな。白帯をまず達成しなきゃいけなくて、目標1ノーマル外気6の4をクリアしようなんですけど、関根さん今あら、この笑みは、あ、今6の4ちょうど。そうなんです。ちょうどなんで、ちょっとまだちょうどってだけなんですけども、星をね、いやでも達成できてるから、いやこれでここはクリアですよね。で完成レベルも100だったから。そうなんですよ。白帯達成では、わあ、おめでとうございます。やったよ。白帯です。まずはまずは次はじゃあ茶帯ですね。そうですね。茶帯が、目標3完成を改造しよう、目標4、コアデータショップで星5以上のアイテムを入手しようなんですけど、そうですね、改造どうでした。前回改造図足りずでしたけど、え、ですね、ちょっとコアデータがあるかもしれないんですけど、ラフィーちゃんの改造はきっと多分、あの時指揮官がいたら、はっ、これですよね。沈められたかもしれない、はい、でそのプラスのところに押してもらえると、はい、そこでキャラを入れる選択するんですよ。え、このブリーちゃん、ブリーちゃん、ラフィーちゃんがいたらラフィーちゃんでもいいし、ブリーちゃんでもいいし、ブリーちゃん、おー、え、黙っとこう。いいんですか、押して。はい、押しますよ。ラフィー改造完了。来た。ああ、スクショしよう。もっと頑張る。これ全部録画されてるんで。やばい、大丈夫です。かわいい。なんか凛々しくなったでしょ。ミニキャラも変わるので。あ、ええー。そう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 。ああ。そう。で、大きくなって。大きくなって。あ、お母さん寂しい。帰ってきて。そんなお母さんのために画面をちょっと一回タッチしていただけますか。で、そうですね、あの矢印、横矢印で、あ、ラフィーちゃんのところに戻っていただいて、今考えると着せ替えのボタンがあるのが分かりますか。右着せ替えのところに、ちょっと前のラフィーちゃんの姿も良かったなと思ったあなた、ここをやって変更すると前の姿でも楽しめるんです。もちろん今の凛々しい姿も楽しめちゃうんです。ちょっととりあえず凛々しいところ、凛々しいところでミニキャラもね変わるんで、はあ、かっこよくなりました。そっか、いいですね、嬉しい。やったー、回収終了です。いいぞ、すごいよ。一番最後の項目でスキルも解放されるので、そこも足りるかな。改造図、スキル改造、改造と一番最後ですね。あー、足りない。ここはじゃあ、まあ、おいおいやっていくというところで、でももうね、ここ終わったら改造終了なので、実質終了ですよ、これは。
じゃああとはコアデータショップを集めていこうと。それはちょっと時間がかかりそうですね。指揮官レベルもさっきホーム画面見たらあとちょっとでしたよね。あとちょっとです。58だからあとちょっとです。あとちょっとすごい今ドヤ顔してる。伝えたいラジオでこのドヤ顔の感じが。いや私が手を振ってます。ゲームが苦手な私がここまでできるとは。いや調味も結構すぐ行けそうだし。いや楽しい。アズレン嬉しい。普通に楽しんでいます。嬉しい。どんどん頑張っていきましょう。はい、はい、ということでですね、引き続き目標達成向けて頑張っていきますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、来週は目標にちなんだトレーニングも実施していきますのでお楽しみに。はい、以上アズナビ道場黒帯への道でした。アズレンナビゲーション。続いてはこちらのコーナー、アズレンキャラナビゲーション。はあ、こちらは毎回一人の感染にスポットを当てて、はい、基本情報や感染にまつわる小ネタなどを紹介していくコーナーなんですけれども、はい、今回取り上げる感染は第22回の放送で私がイラストを描いて発表しましたよ。皆さん見ていただけてるでしょうか。でしょうか。どうだったでしょうか。はい、ということでね、私のイラストはこんな感じになっていますんですけれども、まあ皆さんもう分かっているとは思うんですよ。まあ結構わかりやすい、やっぱり色とかもあったりとかするんですけれども、ね、今回取り上げるのはこの感染です。私は航空母艦レキシントンの妹サラトガ。好きなことはいたずらすること。でも指揮官にはもうバレちゃったね。航空戦術の先駆者。お姉ちゃんが先にいなくなってなかったら、きっとお姉ちゃんにあげるべきだったよね。はい、ということでね、当たり前にサラトガちゃんでした。当たり前のサラトガちゃんですよね。はい、じゃあね、あの奇跡的に正解した指揮官からコメントがいただいたのでコメントを読んでいきましょう。はい、ランラン指揮官からいただきました。ありがとう。今回のキャラですがサラトガちゃんではないでしょうか。そうですよ。私はサラトガちゃんを最初に改造しましたが、すごい頑張りましたね。やっぱりそのままでも強くて可愛いサラトガちゃんですが、改造するともっと強い。あと魔女っ子なのも可愛い。ぜひサラトガちゃんも改造してみてください。うん、サラトガちゃんは今 SR なんですけど、改造すると SSR ってまたね、そう、 SSR になっちゃうから、あのレアリティも1個上がるので、なんと、そう、私も持ってるので、じゃあやらなくては。そう、ぜひ挑戦してみてほしいです。あともう一つ来てます。はい、聖次郎指揮官からいただきました。ありがとうございます。あのピンク髪、これはサラトガちゃんに違いないでしょう。そうです、すごいやな聖次郎指揮官。サラトガちゃんは支援砲撃というスキルを持っていて、確定で発動する上に発動サイクルが10秒と短いので敵をガンガン殴れます。うんうんうん、その見た目とは裏腹になかなか凶悪なスキルなので、ぜひぜひ活用してみてください。そうなんですよ、めっちゃ可愛いですけどめっちゃ強いんですよ。あ、そうなんだ。そうだから、ぜひ関根さんも育ててほしい。ユニオンのピンク髪の子ですよね。そう、ユニオンのピンク髪といえばもうサラトガですよ。みんな言ってました、千歳と千代田も。あ、そっか、そう、ユニオンのピンク髪の子のいたずらかと思った。そっか、そういたずらっ子だから。そう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 、そう、そうなんですよ。千歳と千代田のセリフにもね結構出てくるんですよね。最初はユニオンのピンク髪の子で思ってたんですけど、ここで今つながった。なるほど、わかったぞ。そんな感じでね、コメントいただきまして、うんうん、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、サラトガをせーのキャラナビゲーションしていきましょう。はい、まずは M さんに基本情報を教えてもらいましょう。はい、まあね、あのいろいろコメントとかでもいただきましたけど、はい、ユニオン所属の空母、うん、CV は上坂すみれさんがご担当されております。基本的にはね、可愛い女の子なんですけど、あの千歳千代田のセリフにもあるように、うん、無類のいたずら好きで、周囲にちょっかいを出すことが大好きです。はい、そしていたずらが発覚するたびにレキシントン、お姉ちゃんがね、うんうん、レキシントンから愛のある説教を叩き込まれるというところがお約束といった感染です。可愛い、可愛いんですよ。アイドルアイドルしてて、可愛い、そうそうそう、サラトガちゃんのこと好きな感染もすごいいて、あのいつもカメラを持ってサラトガちゃん
パチリってみたいな、そんな、そんな、そうそうそうかわいいわ。ピンクって正義ですよ。いやピンクは正義よ、本当に本当にかわいい。ピンクと金髪と銀髪と黒髪は正義よ、うん、結構ほとんどやほとんどやないかです、ね、でもやっぱたまには緑にも手を出したくなるし、うん、青いのも好きだし、あれあれ全部全部かいけない髪色がないいや本当に可愛いですよね。本当に可愛いんですよ。関根さんサラトガ持ってますもんね。持ってます。そうそうそう。なのででもまだまだちょっと育てきれてないので、そう育てたい子いっぱいになってくるよね。増えてくると、どうやって育てたらいいんだろう。だってもうどんどん強くなって育てちゃうだもん。育てたいし、うん、ラフィーちゃんも育ってるし、あの子もその子もってなるとなんか優先順位分かんなくなりますよね。でもサラトガちゃんは可愛いので優先的に、うん、優先的にしたいと思います。したいと思います。はい、まあね、サラトガに関するメッセージもいただきましたし、うん、サラトガについてどうでしょう、詳しくなれましたかね。そうですね、ちょっと強くなるとのことなので育てたいと思います。ぜひぜひ育ってみてください。でね、あの今回サラトガちゃん育ててなかったなって指揮官もちょっとこれを機にね、サラトガちゃん育ててみてはいかがでしょうか、うん、そして次に取り上げる感染をまた関根さんに書いてもらおうかなと思います。これは、まあ、答えを書くってことですからね。答えを書くっていうことですからね。じゃあ呼びましょうか、あの、はい、あの例のやつを、例のやつを、いでよ魔のスケッチブック。うわ、はい、よし、それでは書きたいと思います。はい、お願いします。なんかね、どんな子かな、どんな子かな、顔の角度が難しい、あの子はどんな子かな、すごく有名な子かもしれないな、どんな子なのかな、 SSR かな、 SR かな、レアかな、ノーマルかな、もしかしたらウルトラレアかもしれないな、なんだ何が起こってるんだ、何が、ないやでも、あ、うーん、でも特徴捉えてるかもしれない。結構うまうまいですよね今日。サウスダコタ並みの衝撃を感じる。あの時もうまかった。うまい、いや、うますぎるんだが、サラトガは当たった指揮官もいたんですよね。でもきっと違うなみたいな、ヒューストンちゃんって答えてる指揮官さんもコメント見てると多いなと思ったんですけど、今はコメント欄はどの子でいっぱいなんだろう。ちょっと足がちょっとなんか総選棒みたいな感じのポーズになっているような。指揮官わかりました。どうだろう、この時点で答え出てますかね。あ、なんか特徴的な感じがしますね。こんな感じですね。それはどんなんだった。好きな、その子はちょっとお洋服は起きられないタイプの方なんですか。か、服なんだったっけ。でもなんかちょっとね、10秒間だけ見せて、こういう感じだった気が、書いてもらっちゃいました。なんかズボンですか、スカートですか。こんな感じかな。こんなんで、あ、近い。あ、うまい、うまいかもしれない。どうする、みんな、やばい。パンツのどうやって履けばいいんだろう。パンツの履くの、パンツはいいや、とりあえず。え、これで、なんかこんな感じ。そこでも大事なね、これ大事ですよ、特徴があるっていう。これ、大事なところ書くスペースがなくなっちゃった。どうしよう。なんかやんちゃな感じしますね。野球帽っぽい。ちょっとこんな感じで合ってるかな、うん、これでよし。このね、偽装でね、監修とかのね、種類もなんとなく通じたりする気もしますね。グッツグッツ、できました。できましたか。できたイラストはこちらです。バン、結構うまいですよね。拍手喝采ですよ。拍手喝采だよ。褒めて伸ばすタイプですから。え、引っ掛け、引っ掛けちゃった私。みんな引っ掛かっちゃうの。どうかな。さあ、分かった指揮官はいるでしょうか。コメントがすごい楽しみですね、私今から。そうですね、うん、ちょっと楽しみだな。結構うまいと私は。そうそう、いやね、このね、感染との思い出みんなあると思うんですよ。いい、だからね、みんなこの感染との思い出とかね、すごい送ってほしい。なんなら全然 AR とか月で送ってくれてもいい。この子とこんなとこ行きましたみたいな。確かに。そう、うまい、
もうそのものですよね。いや、だんだん火力が上がってきて、本当に上がってませんか。いや本当に上がってるんだが、私はあの褒めて伸ばそうって思うようになってるんで、やっぱその髪の毛の感じとかすごいいいと思います。すごい黄色使った感じがすごいいいと思います。やっぱだってこれですよ、初回と並べたら確かに成長はあるかもしれない。うますぎるんだが。確かに確かに。いやだってにいみちゃんはひどかった。ひどかったっていうか、にいみちゃんはちょっと前衛的でした。やばい。ちょっとね、これはでもちょっと描きやすかったです、私的には。うん、特徴があって割と絵は描きやすいかなって、うんうん、描きやすかったです。言ってる関根さんがすごい可愛かったです。私から言えるのは以上です。あれ。はい、指揮官の皆さん、こちらの完成との思い出や関根さんにおすすめするポイント、小ネタなどお待ちしています。以上、アズレンキャラナビゲーションでした。アズレンナビゲーション、続いては月替わりでゲスト観戦の声優さんが担当するマンスリーゲストコーナーです。今月は石川由依さんが担当しています。それではどうぞ。アズレンナビゲーションをお聞きの皆さん、こんばんは。アズールレーンでエンタープライズ、リトルエンタープライズの声を担当しています石川由依です。今月は私がこのゲストコーナーを担当しています。今月行っている企画はこちら、略さずに言うとクイズ。はい、私が演じるエンタープライズは妹であるホーネットから名前を略してエンプラネーと呼ばれています。そこで今月はいろんな略称の元の言葉は何なのか答えるクイズにチャレンジします。ということで、前回はですね、カラオケの略は何なのか、まあ、実際はこう空っぽの空のオーケストラということで、私も空っぽのオーケストラって答えたので、もうこれは正解だろうということで、はい、大正解でした。いやー、なんか今回からね、難しくなるとさっき聞いたのでドキドキしております。頑張ります。では早速始めていきましょう。問題はエンタープライズが読み上げてくれます。ではエンタープライズ、お願いします。今日の朝食は食パンだったんだが、シンプルにバターを塗っただけでも美味しいものだな。あ、そういえばこの食パンという言葉も略称らしいのだが、何の略か知っているか。明日は指揮官の分も用意しておくから一緒に食べよう。え？食パン？食パンは食パンじゃないの？え？食パンですよね。ま、食とパンですよね。いや、パンはパン以外ないですよね。パンパパンパパン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 。パンはパンでしょう。食ですよ、問題は。食べるパン、パンはみんな食べるぞ。ヒント。もう全然わかんない。食パンイコール丸々用パン。丸々？食用のパンじゃなくて2文字ですか？漢字2文字。食なんとかパンってことですね。食料パン。なるほど。答えは主食用パン。これわかんないぐらいですか？あ、なるほどね。主食のパンだから、まあ、主だったパンということで主食用パン。納得いかん。まさかでも食が2文字目に来ると思わなかったです。絶対食なんとかだと思いました。いや、難しいですね。ということで今回はここまでです。こんな感じで略称クイズに挑戦していきますので、お楽しみに。はい、そして今回はですね、最近実装されたリトルエンタープライズについてお話ししてみたいと思います。皆さんゲットしてくれましたか？私も頑張ってゲットいたしました。リトルエンタープライズになるって聞いた時は、そうですね、なんかリトルエンタープライズで印象に残ってるのが、私あのアズレン TV っていう、ま、私がこうどっか東京から離れてこうインタビューしたりする番組がありまして、
そこでですね、上海の饅頭社にお邪魔させていただいた時に、そこのスタッフさんにこう無茶ぶりでリトルエンタープライズやってって言われたのが印象にあって、でその時はでもまだ絵とかもねなかったので、なんかどういうイメージで演じたらいいのかわからなくて、その場のノリでやってしまったところがあったんですけど、まあ、今回本当に実装されまして、もう可愛いんですよ。あら可愛いねっていう感じのね、ほんとちっちゃいリトルエンタープライズになりまして、あのアフレコもですね、まあ、順調に進んだんですけど、一番最初私がこう想像して持っていたものはもうちょっと幼い、エンタープライズで、やってみたんですけど、やっぱりあの元々の大人のエンタープライズの凛々しさとかかっこよさもこのリトルエンタープライズにも残してほしいということで、決め台詞みたいなものとかはちょっと凛々しくかっこよく、でもこうなんかあわあわするところは可愛く見せて、こうギャップを楽しんでもらえるキャラクターにしてほしいということで、あんな感じになりました。もうね可愛くて私もボイスも何個も聞いてしまいました、うふふはい、ということでですね、最後にこのアズナミのパーソナリティである関根ひとみちゃんに一つ質問をということなんですが、エンタープライズは白桃足のイーグルちゃんと遊ぶことが趣味ですが、関根さんは一回遊んでみたい鳥は何ですか？難しい質問ですねこれね。まあ、鳥いっぱいいますからね。そもそも鳥は好きですか？はいお答えお待ちしておりますということで、次回も私石川由依がお届けします。それではまた来週。石川由依さんありがとうございました。ありがとうございました。難しい方、主食用パンだって。主食用パンだ、分かんなかった。私あ、お食事パンって言ってたよね。お食事パンとか食用パン、そう私も食用パンかなと思ったんですけど、ダメになりますね。難しい、明日から使えちゃうよ。使えちゃい、私は今朝は主食用パンがいいな怖そう、なんか怖い主食用パン、今日の朝食は主食用パンでお願いっつってなんかいいですね、ちょっと賢い感じがして、知ってるぞみたいな、知ってるぞみたいなそしてですね、質問もいただいておりまして、はい、私が遊んでみたい鳥限定よ。鳥限定って難しいです。キリンじゃダメなの、鳥じゃないとダメなの。キリンもダメなの、キリンもダメなんです。なんだろうな、でもオウム、遊んでみたいですね。遊んでみたいですね。遊んでみたいです。やっぱ喋って帰ってきたらなんか嬉しいじゃないですか何ですか何ですか、なんかさっき雑談の時にオウム返しをする鳥って何でしたっけ確認ね、一応M さんに、そう、お、それオウムじゃないですかそうだそうだって思いました。そうそうそう、え、私もえ、ほーみたいなそうだ、ね、そんなことにも負けずオウムって出してくる感じがすごい素晴らしいなって思いました。オウムと遊びたいな、オウムと遊びたいな、思いました。おはよう、私が全然毎朝オウム返ししますのに、いや、やっぱそのオウムであることに意味がある、意味がある、まあ、M さんがオウムにこれからなってくれるんだったら検討したいと思います。頑張って羽生やしますはい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。次回のマンスリーコーナーもお楽しみに。アズレナビゲーション、お送りしてきましたアズレナビゲーション、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では指揮官の皆さんからの投稿をお待ちしています。メッセージの宛先はアズナビアットマーク温泉ドット AG まで送ってください。番組ページの投稿フォームからも送れます。はい、そして番組公式ツイッターも稼働中です。靴音やコーナーでのメッセージはツイッターでハッシュタグアズナビをつけての投稿でも OK です。はい、そしてテレビアニメアズール連美足全史の2巻が7月7日に発売しました。イエーイ、こちら豪華特典付きので1巻2巻ともに要チェックですよ。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではここで好き感の皆さんから送っていただいたイラストをご紹介していきましょう。大好きなコーナーだ。はい、ということで、はい、1つ目は秋山ねお好き感さんからいただきました。ありがとうございます。こちら、あ、かわいい。本日6月29日は新月の新水日です。祝いハッピーバースデーということで、多分6月29日に送っていただいたのかなと思うんですけれども、おめでとう新月ちゃん、かわいい、眉毛かわいい、眉毛かわいい、
この子はね怪奇ドロップで落ちる子で、なまだお迎え実はできてないんです。どこで手に入れられるんだろう。どこだったっけな。私はまだかな、9の4だったかな。もうちょっとでもだいぶだ、だいぶ先だそうなんです、可愛い子なのでぜひ。可愛い、私絶対好きだ。いや好きですよ、ちょっと自信がなくて。自信ないんだ。そう、もう自信あげちゃい、あげたい、自信あげたい、あげたい。よし、そう、この根拠なきね関根さんへのね愛への突撃の姿勢を見習ってほしい。ニーズきちゃちょっと自信をつけてあげたい、自信をつけてあげたい、はい。続いてみかんタルト指揮官さんからです。こちら、はい、あら、あやなみの落書きということで、あやなみちゃんが凛々しいですね。え、なんかこういうテイストの絵もいいですね。ねえ、かわいい。かわいい系もいいけどかっこいい系もなんかいいな、うん、強そう。やっぱこうあずれん戦ってる女の子たちのゲームなんだなっていうのをちょっと思い出しますよね、うんうん、確かにちょっとかわいいはははとかいう気持ちが多いですけど、多かったけど、かわいい、キリッとしてるのもいいですね、うん、あ、いいですね。なんか成敗してくれそう、そう、成敗してくれそう、へへへっていう私たちを成敗されそう成敗みたいないいですね、このイラストありがとうございます。ありがとうございます。続いて、稲島指揮官さんからいただきました。こちら、 ありがとうございます。お肉大好き、ゆうだちちゃん。ゆうだちちゃん、お肉って書いてある。お肉って来てます。かわいすぎる。え、かわいい。かわいいですね。え、こういう、あ、いいな。やっぱチビキャラみたいなのもかわいいですね、うん、かわいいですね。え、いい。これアイコンにしたい、 LINE とかの。アイコンにしたい。かわいすぎる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて、TKG 指揮官さんかな。はい、いただきました。ありがとうございます。制服千歳と千代田と来てますが、はい、こちら、あ、関根さんの心拍数が上がってます。かわいすぎる。かわいすぎる。みんなこんな制服かわいくない。え、細かっ。可愛い。いいな、この足の違い。あ、関根さんが、関根さんの震えが激しくなり、動悸も激しくなり、呼吸も激しくなっている。可愛すぎる。これはちょっと千代田可愛すぎる病に関根さんがかかってしまった。いやー、これがね、これのこれですよ、私。いや、我が子可愛いですね。我が子可愛いすぎる。着たい、この制服。可愛い。ちょっとこの、あのスカートがいいですね。ちょっとね、見えてる感じが挟まりたいですね。挟まりたい。かわい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 い。ありがとう。語彙がちょっと消失してしまいました。語彙力消失しました。ありがとうございます。はい、こんな感じで指揮官の皆さんからのイラストもお待ちしてます。ハッシュタグあずなび創作をつけてのツイート、もしくはメールアドレスにてご投稿お願いします。またサムネイルでも紹介させていただく場合には、ツイッターの場合、番組公式ツイッターより DM を送らせていただきます。DM をお送りできるように番組ツイッターをぜひフォローお願いします。はい、ということで今回の放送をお送りしてきたんですけれども、なんかいろいろとね、いろいろとね、あの関根さんの進捗が見えまして、改造もしまして、あんなに強くなって、ラビーちゃん、ね、でも指輪渡したら結婚衣装も見えちゃうから、いろんなアフィーちゃんが見れちゃうな。楽しみすぎ る, すぎる。あとキャラナビゲーションもね、そうですね、やりましたので、まあ皆さん分かってると思いますの で, 簡単ですよ、ね、思いの丈を ね書いていただきたいメッセージ送っていただけたら嬉しいなと。立てかけてあるからキャラナビのその絵が、はい、ずっと見えるように、ずっと見てくるのよ、この子が私言ったよみたいな、我だみたいな感じで言ってくる。皆様よろしくお願いいたします。それではお別れのお時間です。お相手は関根ひとみと上 M でした。バイバイ。アズレンナビゲーション、この番組はヨースターの提供でお送りしました。あっち向いてホイ、あっち向いてホイで反射神経を鍛えよう。矢印と違う方向を向いてね。それじゃあ、行くよ。せーの、あっち向いてホイ。結果はどうだったかな。来週もまた見てね。バイバイ。